マリオの世界で勝ちたいやつはマリオ勝て。やっていきたいと思います。マリオカート8デラックスやっていきたいと思います。さあ、これですね、今回ちょっとクマライドとか調子こいで使っていきたいと思います。これ見てほら、青統一なんですね、車が。なめぷなめてんな、これな。ちょっとなめてんな、このクマライド。これでもちょっと1位取っていきたいなと思います。よいしょ。さあ見て、このターボの良さね、可愛いやろ、ほら可愛らしい。絶対あれやな、首取られるよな、これなんじゃ、あのしずえさんって言って首取られるのよ、これ。舐めてんな、絶対。別に舐めてへんしな。よいしょ。うわぁ。あ、よし、コインが。おぉ、いっぱいあるやん。これね、貝なんで、アイテム変えちゃいましょう。取れやった。よいしょ。マキシのダッシュの方が来たか。これはちょっとあれ、アイテム交換できないんで、切り込むしかないですね。よいしょー。キラ来てんな。早め近く行きますか、じゃあ。よいしょー。さあ、しっかりアイテム取ってくれましたね、キラー、賢い。さあ、早め仕掛け、キラー。で、マキシムダッシュつなぎで、もうどんどん上がっていきましょう。つないでいく。超上空から。うわー、そんな無理やし。いや、使う方がよかったか。スター、オッケー、使いましょう。どんどん使って、前上がっていこう。て、前、早すぎやろ。レート5万みたいなやつおったから、多分そいつやな。どんどんスター出るはずやから、スター来い。お化け、オッケー。もうアイテムはめちゃめちゃいいの出るからね。もう1位が引っ張ってくれてるから、もう雷とかも多分出まくるし、すごい試合になってるからね。めちゃめちゃ面白い展開。よいしょ。さあ、雷回避入ってほしいけどな。さあ、木野さん強い。前が引っ張ってるからな。よいしょ、悪い位置がめっちゃうまいから。この辺で雷来そうやな、そろそろ。早くダブル交換したい。無敵アイテム来い。テルサ来い。おっしゃ、使おう。よいしょ、どんどん使わないと。雷がすぐ来るからね。うわー、使うの早すぎたか。結果論、使うの早すぎたな。うやー、キラー来い。うわー、雷回避。よし、いけ。うわー楽しいな、なんか前引っ張ってくる。おー、雷回避入った。意味ないけどな、別に。いや、前引っ張ってくれましたからね。多分、レート5万の人じゃないんか。レート5万の人はマリオやわ。9000円の人が上手かったのか。砂漠かな。3、2、1、ザコー。さあ行きましょうか。まあどうしても置いてかれるようやったらね、パタテンテンに変えますが、通用するんやったらクマライドでね、いいと思うんで。よいしょ。さあ、前の赤に当たりたくないんで、ちょっとブレーキ入れて。だから当たりたくないって言ってんのに。何当たってん、別の人間か。前は。バックス交換いきます。さあ、これまた前引っ張られたらもうな、前逃げたら終わってまうからな、うまいやつに逃げられたら。それが怖いのよ。だからなるべくもうどん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 前取り付かないと、終わってしまうってことになるからね。ここまあ、脳交換で。脳交換でここショートカットいきますけど。よーしょ。2位。あ、2位。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあほぼ1位みたいなもんか。思った以上に上がれたな。さあ、これでキノコどこで切んねやろ。そう切るよな。うん、そういう選手を切るよ。うわー、よいしょ。この人も困ってんな、若干。若干困ってる、この、レート高い人。5万の人。よいしょ。さあ、早いやつ来たな。さあ、ここはスリップストリームもらっていった。ダブル潰さへんのかよ、お前。ダブル行くと思ったらじゃん。さあ、スリップストリームもらっていった。さあ、ここは何か緑ゴーラーに当たったかな。緑ゴーラーに直撃していくが、トゲゾ行ってんな。よいしょ。おっと、ダブルギリ取れて、キノコ、よし。ベビースター女、もうこれ来ていいと思います。ブーメランか。ここ、何で前投げんねん、後ろ投げや。そう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 、そこのキノコ使われる。あ、使わへんのかい面白いやつやな、あいつ。お、よいしょ、オーケー。やめような、そういうことすんの。よいしょ。もうコインないからな、もう生身で行くしかない。生身でとりあえずダブルを確実に取って、なんかいいの来い。うーわ、バナヨン、舐めてる舐めてる。それは最後のキノコのショートカットでちょっと上位食い込もうか。さすがにトゲもう一発はないやろ。よいしょ。ほっ、キノコ来い。お、赤か。うわー、1位までは無理か。よいしょ、切り込んでいった。どうだっていう展開ですかね。めちゃめちゃ面白かったね。最後の最後のわからへんかった。3、2、1、
とこー。さあこれで取り次いでいこうか。クマライドはねちょっとなんか曲がりやすさはね完璧ですけどね、うん、あのスピードがちょっと追いついてない気がするな、パタテンテンに。そんな感じ、印象としてね。それが実際どうかは分かりませんがね。よいしょ。さあインコースから抜かしていきましょう。まあこれキノコ残ししても多分赤で突かれるんで、もう使ってどんどん前張りで。やばい、あいつも、はい、うわー、叩き落とされ、もうやめろよ、叩き落とされたな。そう、前張りの静井さんができなかった。追い込み効かへんぞこのステージ、ショートカットないから平坦やからな、ずっと。おい、さあコイン、ちょコイン取れるかな、コイン回収間に合うかも。キラー来い。うーん、日野さんでいったか。まあコイン取るしかないよね。ここは落ち着いて最後の逆転チャンスを伺おう。曲がりやすさは完璧やな、曲がりやすさは完璧。まあマキシムダッシュプラスキラーいいでしょう。いやー、吹っ飛んでいった、すげえ。なんか景色が良かったな、景色が良かった、それだけです。あ、落ちる、危ね、落ちるからもう使おう、落ちそうになった。しかし厳しかったな今のは。なんか吹っ飛ばされるな。雷持ってるやつ、ほんと前どこで使うんやろ。早くスター来い。うわ、ラグってアイテムが確定しへん、最悪や。これ絶対キノコのやつや、もう回避できんやんけ。そのほら前の人雷持ってんねん、ほら。うわー、今のラグってのなしやぞ、ラグ使い。これうわー、回避できんかった、交換できない、これよいしょ。ここまでかよ、もう一個上がりたいところですが。お、なんだか潰れてくれた、5位。よし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 。あそこラグってなかったらワンチャンスター引けてたからな。くそ。3、2、1、ザコー。さあ、ここのね、グライダーショートカットでブロックの上を走るというね、戦法をやりたいと思います。あ、いいね、いいね、いいね。お、アイテムが取れなかったな、ずら。何があった?さあ、緑スナイプを華麗に返していく。こうやってバックミラーを無駄なところでね、見ていくと。重要なところでバックミラー使わへんっていうの俺さあここはまずはダブルアイテムバックス取ってね、コインをねまた10枚にしていきたいと思います。はい、 OK。 ここもアウト3枚いきましょう。アウト3枚で、あ、2枚になっちゃったね。まあまあ十分十分、あと1枚どっかで誰か落として、あ、しずえさんおんな、よいしょ。あ、しずえさんぶっこけたな、よいしょ。出し抜かれていく、よいしょ。さあボムヘン持ってる人間、これちょっとあれやな、ショートカットで持ち越すか。前の5っていう人間がね、ちょっとボム兵ここら辺で置いてきそう。怖っ。ここに10枚 OK です。あ、まだ置かへんな。結構強気やな。全然置かへん、あの人、ボム兵。あ、ここで置いたか。だがしかし、グライダーショートカットなんですね。このままブロックの上走ります。はい。そしてここでターボ、スーパーミターボ解放でゴール。あい、残念、当たりませんよ。だ。通用してねえんだよな。よいしょ。おらー。さあ、一気に1位まで。あとはちょっとショートカット勢に抜かされるんだな、ここは。お、あいつ強気やな。そこで俺抜かしたらどうなるか教えてやるよ。ドーン、直撃、うまい。よいしょ、今のところ抜かしたのは悪い。でもスター来てる、引かれる、もう引くねえ。なんで俺1位のやつに対してスターで当たれるほどのツイートではスター引いてんの、おかしない。やばいやばい、引かれる引かれる、やめて。ゴラー、7位。1位やのにスターで当たられるとか、そんなのせこいぞ。そんな俺だってスター引きたいわ、そんな。3、2、1、ドッカー。 200cc 臭いな、この手応え。早いわ、なんかめちゃめちゃ早い、いきなり手応えがいいもん。車が進む進む、そういう時大体に、うわー、名物絶対に直撃すると言われている、あの魔の名物トゲコンボでございます。こちら名物、あれはあかんよな、絶対だもん。ターボ流し、うまい。よいしょー、早いな。しかしグライダーでここまで飛んだ方がいいな、曲がりきるには。この人赤ゴーラ持ってんだよな、黄金の人。交換で、よいしょ。ここちょっとジャンバクション入れたくなかったのに入ってもうた。うわー、最悪、 JA が入っちゃったよ。そしておっしゃ、名物外していく、オッケー、いいよ。バナサーに変えていって、うわー、キノコで加速しましょう。なかなか難しいな処理が。まあそれでも3位やから、まあ悪くない。ただトップ離れてんな、これはちょっ
いいの、木野さんとかワンチャンあるし、木野市送りよくあるから、いいよいいよ、木野市消えるだけでこういけるから。おはぁ、なるほど、スリルを味わえってことか、スリル満点。さあここノージャンプアクション、そうそうそう、これこの処理が正しい。ウルトラミターボで加速してピョンピョンしつつ、オッケーオッケーオッケーピョン、オッケー、カニあった、カニあっていく、おぶね、おぶね、うまい、おっしゃ、飛ぶぞ、いった、ノット譲り、譲りなし、ダブル防御でいくか、これは。いや、ワンチャンもこれいくわ、交換で、キノコ来い、ドーン、諦めんな、よいしょ、上がれ、差し切れ、うわ、超接戦、3人団子状態での3位になります。惜しかったな。3、2、1、ザッコー。さあ後半はですね、パタテンテンに戻してトップ取るかやっていきたいと思います。よいしょ、さあどんだけ違うかな、あのクマライドと。これで1位取れたかったらもうね、最強ですから、やっぱりパタテンテン。まずなんかちょっかいかけられたけど、まあ関係ないですね、ちょっかいかけられたぐらいでは問題ございません。メダル取りに行きましょう。パタテンテンの方信頼があるから、メダルを取りに行く余裕があるっていうね、信頼関係。よいしょ、さあちょっと鼻がかゆいな、キラー引いて鼻かきたいところやけどな。よいしょ、さあトゲゾー早めやもんな。さあここで鼻かいて OK ですね。さあ1位のやつがそこで譲り失敗した感じか。あでも結構でも前詰まってんな、譲り失敗ではないか。クラクション適当打ち、適当すぎる、それ。よいしょ、あ、使っちゃった、うー、使っていく、無駄遣いやな今のは。よいしょ、さっきのテレサと同じことをしてしまった。よいしょ、奴の気持ちが分かったよ、テレサの気持ちが。ドリスナイプなしやね。さあクラーク OK です。おっとクラーク取り上げます、クラーク浮いてー、いやー厳しいなこれ、相手を無防備になっちゃってるからね。これもう一発食らう恐れあんのな、ほらこうなると飲まれる。マリオカートっていうのは無防備な瞬間がもう飲まれるからね、一番。日野さん、いやお前スターとか引かんと結局な、ワンチャンな、うーえ、うーわ、とんでもねえな、あのテレサが取ったんか俺の相手も。ここ行くわ、スター来い、おしゃー、トゲどうかいらねえ、いらねえ、せめて日野さん起こせ、引いたら全然嬉しくないわそんな。しかも雷回避もノットやし、ノット雷回避やしな、スター来い、うわー、キラーに光ると終わりか、光はしなかったが赤ゴーレで終わりか。よーしょー、ダーメーだ、飲まれたよもう。3、2、1、ザゴー、さあ行きましょう。 T サーキットですね、ここはもう得意としてるんで間違いのないコーナリング見せていきたいと思います。ここでもう一気にもう、ここインコース、ここ、はい来た、これね、これ名物、もしずえさんとパタテンテンのコンビネーションでしかできないと思ってます俺は。うん、今の名物コンビネーションっていうのはね、多分しずえさんとこのパタテンテンじゃないと多分できない、なかなか。一番いいとこくっついてくるっていう。さあミドルスナイプ気をつけていきましょう、むしろミドル持ってるんで、ちょっとバックミラー使わせていただきます。さあフラップスがねおるんで気をつけて。さあアイテムハーフカットで1個取っといて、よいしょ、緑で打ってくるかな、まあ、あいつやつも多分防御重視だと思いますけどね、しばらくは。フラワー打ってきてんな、ウルトラミターボで差し返していく。さあ冷凍キーマン9000の人が俺に圧かけろ、これ相手交換できないな。ここからアウトからインへ切り込んでいく、よいしょ、いいよ。さあウルトラミターボ解放からダブルバナナか、危ない危ない、あれは危ない、俺が置いたやつかもしれんけど、トゲゾ来てんな、譲ってみようか、ちょっと、おい、あ、やつもゆずに抵抗してきてやがる、やるねー、よいしょ、やつもゆずに抵抗してきてたな、ちゃんとその俺ゆずってんの見てさ、さすが99000ちゃんと立ち回ってたね、素晴らしいと思います。いやー、ここでバナさんの人間コントって、コントっても邪魔やからほんまなあ、しかも言わんで後ろにつけてる赤ゴーラなくなんねん、ほんま嫌や、そのバナナ3つとかなしやぞそんなの。いやー、しかもスター回避とか入ってるし、ボム兵置くんじゃないやつ、ボム兵置かれる前に前でようか、よいしょ、 OK、 ボム兵置かれる前に前で目通り取りましたね、前に投げてくる可能性あるのよな、
前投げスナイプとかありえるからね、あやつ。さあダブル取って、何が来る、バナさん、なるほど。さあトゲもう一発来てほしいな、これ後ろキノコ勢が多いからな。トゲいった、注文通りです。ただここアイテムが弱すぎる。よいしょ、まあ、ここはもう守りでいきますよ。よいしょ、ここはもう副将圏内狙います。おし、ナイス、ミドルスナイプ、どけ、うわー、守りやがった、八百長や、守りやがった、ドンキのミオクッパが、八百長どけ、3、2、1、ザコードラローですね。さあ、あそこのちょっとノーアイテムショートカット一周目チャレンジしてみようと。ノーアイテムショートカットあるんですよね。ここの、この次のここで、こう処理した後の、こう。おー、割と惜しいな。もうちょい左か。いい、うん。なんか普通にいけそうな、なんかジャンプ力あったよね。跳躍力はあったと思います、今の。あそこ行けたら多分だいぶ早いと思うんだけどな。まあ、さすがにまあ、もう次見せたらあかんから、一応チャレンジはせんとくけどな。一周目はチャレンジしていいと思うから。コイン回収したいが、フラップスにコイン取られて、いいぜー、なんちゅう着順でパック持っとんねん。悪趣味なやつめ。さあ、ここはちょっとコイン回収のためにゆっくりいきます。前の人がコイン取ると思うんで、その復活間際を狙っていきましょう。オッケー、さあダブルアイテムパックス交換、マキシムダッシュか、こうかな、あー届かへんな、無理やな、あそこ届かりませんわ、俺の実力ではよいしょ、さあコインがちょっとなくなっちゃったな。キラーとかサンダーとか俺が自主的に引くわ、サンダーとかキラーとか自主的に俺が引く。よし、さあこれ最後のコインや、行きましょう。赤コーラ折れちゃうやんな。さあファイナルラプス、こっからよ。このゲームというのは着順が悪ければいいアイテム引けるから。うわー、そこでダブル取らせてや、ありえねえんだけど。よいしょ、ここダブル取らせてスター来い。昨日に、いやこれ欲張らん方がいいかな、これキノコ残した方がいいかな、キノコ残そう。よいしょ、うわー、すべての苦労がパーになって、たまるか、じゃんけんパー、当たっとけ、おっしゃー、直撃してパー、うわー、危ねえ、おお、最後演出に過ぎなかったというわけか。最後のミドルスナイプナイスでした。3、2、1、ザゴー。なんか人減ったな、なんか俺が1位スタートやもんな。 200cc やな、早いわ。よいしょ、 200cc は処理勝負と言われていますからね、どのように曲がりきっていくかなんだよな。よいしょ、前コメントにあった、こうノージャンプアクションでいいですって書いてあった、確かにその通りでしたね、前コメントに書いてあった、そこノージャンプアクションって書いてあったからね、コメント、割とコメント見させてもらってますから。よいしょ、あ、なるほどなっていつも思ってるんですよね、いろんなコメントに対して。よいしょ、確かになとか思いながらやってます。よいしょ、さあ突き抜けていきましょう。200cc を突き抜けても一気に、ただこれ絶対雷来るもんな、ほぼ雷来ると言われているステージですからね。よいしょ、さあここはメダルをしっかりマックスにしてと、これちょっとわざとゆっくり行こうか、曲がりきれへんから、うん、しっかりこの木の間をかいくらなあかんからな、まあ、ダブル防御はないっすいったところか。これよしよし、いいねいいね、1個目だけジャンプして、でブレーキング、おー、うまい、え、なんじゃあいつ、あ、そうか、あのうまいやつは抜けてなかったんか、レート5万やもんな、あいつただものじゃねえってわけか。よいしょ、キラーいけ、キラーキラー、違う違う、トゲゾトゲゾトゲゾいけ、おっと取られていく、まあそれは全然いいわ、なんか赤赤怖い、うわー、これじゃ仕留めらんねえよ、無理だ、やつ早すぎた。おお、バックスナイプ、もうおらへんもんな、俺ら2人だけのレースだよこんな俺ら2人だけ、あー、なるほどね、人数が少なめと、あ、でも9万の人もおんな。3、2、1、ザクオーサーラストレースやっていきましょう。人数は戻ってんな、人数はいっぱい戻っていますね、人数いっぱい戻って、若干だと感じあったな、そしてアイテム取れないでいった、まあこれもちょっとコイン回収プランいくわ。おー、イカちゃんに押されたか、イカちゃん赤持ってるから譲るしかないな、うん、やつらはもう一回先行させ切らなあかんわ。
オッケー、うわ、もうだから赤持ってるから譲っとんのよ、お前なんでわざと走いくら走っとんねん、これ。明らかに意図的やんな。意図的かどうか知らんけど、もうちょい頑張ろうや。よいしょ。なあ、ゆっくり走ってる人間と同等レベルで走ってたらそれあかんよ。なあ、もっとレースのレベル上げていき、イカちゃん使ってる人。申し訳ないけどな。上から目線で言わせてもらう。うん、もうちょいレースレベル上げていこう。ゆっくり俺が譲って走ってるのに対して同じレベルってことでしょ。うん、そう、ホノンっていう方ですね。はいね、上から目線から言わせてもらうけど、頑張ってね。よいしょ、レースレベル上げていこう。やっぱりさあ、部屋のレベルをやっぱ上げていきたいんでね、どんどんやっぱ強い人と対戦したいんで、どんどんね、口悪くいかせてもらいます。よいしょ、よいしょ。さあ、ここ前赤持ってるからちょっとゆっくり行くしかないな。ちょっとゆっくり行きます。赤さんを吐かないっていう立ち回りしてるからな、やつ吐かないっすね。赤を剥ぎてこないっていう、そのうわっ、なんで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 、あいつ止まって打ってくんの、気持ち悪。何あのプレイング、見た今の、俺を狙ってるんじゃない、もしかして。なんで止まった、わざわざさっき行かしてるのに止まって打ってくるって、もう八百長でしかないよね、意味が分からん。はぁ、何のこと、ほんまに理解不能。うわ、マジか、めっちゃ悔しいな今回。よく分からへんわ、なんかわざと俺で狙ってきてんのやったら、それマリオカートちゃうし別に。よいしょ、よいしょ、厳しいなこれは。はい、ということでね、ご視聴ありがとうございました。ちょっとあいつはちょっと俺をわざと狙ったな、あの霊戦い人許さねえぞ。